1990年、プロフェッショナルシューティング、初代チャンピオンシリーズを行います。リングアナウンサーは私、大木ボンドです。よろしくお願いいたします。それでは、ただいまから、プロフェッショナルシューティング、初代チャンピオンシリーズを行います。まずは、ライト級3回戦でございます。青コーナーより、千木田和美の入場です。赤コーナーから重野卓選手の
Ready, go! 出れ！山田力村、大原も力村、ドロップス左や。
両方リラックスリラックス。Break!
ション、フルアクション、よしよし、終わりよ、ラスト10秒、ラスト10秒、ラスト10、ラスト10、時間を伸ばすな、そうそう、ラスト5秒、ブレイク。セカンドラウンド3、ブレイク、はい、エタクション脇締めてろよ、足くるよ、足くる、ダムさん足くる、よしよし、レイク。
久しぶりにキックミットですね。
手数もいろいろあります。コンビネーションで打たないということですね。シューティングの一発必中だということです。ですから総合格闘技だから皆さん打撃が8分ぐらい、投げが8分ぐらい、決めが8分ぐらいだ、総合格闘技で行われればいいんだというのは絶対勝てません。第1試合第2試合はまた別ですよ。もう上の選手に行きますと打撃が 10%、 投げが 100%、 だから決めも 100%、 この実力がなければ絶対上でいけません。ただ少し違うのは打撃でテンポが普通のキックボクシングと違うということですね。ボクシングと違うということです。みんなカウンター狙いをしているということです。それでちょっと一発狙いで、まあ、お客さんがボクシングの時にパンチの時にバーッと湧くというのはそういう狙い方をしているからです。それじゃないと勝てないというのがこの総合格闘技開発してきたあれですね、今まで開発してきたものです。では少し、ミットを取りましょう。
Pick it up! On your feet. Go! Go! Hold it! Hold it! Go! Thank you.
最後に。Break on your feet.
反則です、反則です。ゴー、さあ来やるで、返さね返さね、ラストラストだよ、ラストスーパータイガーチーム所属、坂本和弘。
まだクラスにお会いしましょう。ありがとうございます。